この日はしばらく美容院に行ってなかったから髪がボロボロだったので、久々にセルサスさんに行ってミネコラやりました。優雅にお茶を飲み終わる頃、完成。相変わらずミネコラはすごかった。さてお腹空いたし、ラーメンでも食べて帰りましょうか。ということで到着したのはこちらのお店。検温と消毒をしてから中に入って食券を買いましょう。小銭と千円札しか使えないよ。おもりですね。おもりですよ。じゃあ特典は油にんにく野菜と切ります。全部増します。増しますです。固めです。固めです。油上にいっぱいかけて、さらにもう一つ多めで、はい、ありがとうございます。さて座りましょう。店内はカウンターのみ14席。刻み玉ねぎも置いてある。お客さんは 2、3人。先にトッピング乗せちゃおうと。無料の背脂は最初からさらに追加。うわ、トッピングや背脂を追加しないで、ダブルチャーシュー大盛り野菜増し増しまでなら 2.7 キロなんだって。私はそれよりさらに背脂を増してトッピングもいろいろ乗せたので全部で3キロ超え。暑さでスタミナ切れ寸前だったので、今日は辛くしてみました。背脂好きにはたまらんお店でございます。このあふれんばかりの具でも食べやすいように器も貸してくれました。
たっぷりの美味しい野菜が増えました。やったー。タレもあるからこれだけで永遠にいけそう。お財布に優しいとっ
っても太っ腹なお店です。こちらのお店は二郎系独特の緊張感みたいなのが全然ないので、私のような初心者にはとてもとてもおすすめでした。みんな麺半分とかさ、そうです、野菜の追加とかしてない。千円札までしか入んないですよ。で、私100円までさっき使い切っちゃって、無料出してくださいって言えなくて、今日家帰ったらメンバーシップのライブあるし。適当につまみたいものを買って家に着いてからメンバーシップのライブをやりました。メンバーシップってなんだって方、説明欄をよろしければご覧ください。終わり。本日の NG 集。私人間じゃないんですよ。定期的に普段ガソリン補給しないとさ、動けなくなっちゃうからさ、一旦給油車に帰ろうと思って。次回のもぐもぐさくらは、灼熱のデカ盛りラーメンが2つも30分以内に完食無料、お楽しみに。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あっという間に半年終わって、今年も残すところ半分、もう7月に入っちゃいました。今年の夏はチャレンジメニューとかドッキリがいろいろ登場するので、もしよろしければチャンネル登録をしてお待ちください。次回も一緒に飲もう。